それじゃあ今日も始まりました。はい。で今日もこのお揃いのコスチュームで作業をしていきたいと思います。で今日はですね、ここをちょっとどうしようかなっていうのを杉さんと一緒に考えようかなと思ってます。でここが抜けちゃってるんだよね。このよいしょ。ね、広いウッド、せっかく広いウッドデッキなんだけど半分ぐらい使えなくなっちゃってて、うん、でこっち側はね、こっち側俺やり直したんですよ。だからまだいけるとは思うんだけど、まあ怪しいよねちょっとここもでも怖いので、ここはシートをかぶせて雨に濡れないようにして、これ以上の劣化を防ぎたい。でこっちはねもうどうしようもないので、多分このはい、でこっちはねもう木がやばいんですよ。これ多分体重かけるとすごいたわんじゃうし、もうほらこれやばいでしょ、なんか、はい、うん、でここをちょっと張り替えたいなと思います。ただこれがね結構な幅なんですよまあこの間もちょっと自分で測ってみたんだけど、これでちょっと測ってみましょうか。これで、はい、これがね5メートル巻き、はい、終わりです。終わりでしょ。どっかその辺で全部出しちゃったから入んなくなった。入った？これどうなってますか？あれだね、多分さ全部引っ張っちゃった。全部出しちゃったから、こっちも来ちゃったんだな。引っ張りすぎたんだろうね、これが俺もこんなの初めてだこれはこれ下で止めるんだよね、確かに。違ったっけか。そうだよね。あ、そうですね、多分。だからこう、おー、いいですね、治りました。ありがとうございます。ちょっと5メートル全開までするのは、はい、やめましょう。やめここがちょうどいいですね。ここが4メーター20ぐらい。はい。わかりました。そこが4メーター20で、で、一回巻き取って。4メーターっていう、4メーターのものを持ってるとなかなか大変なんだよ、多分ね。縦だとね、ここまでで2メーター、それでも2メーター50もないのか。2メーター、200。あ、そういうことですか。そうそうそう、このさ、ここの上に乗っけなきゃいけないじゃん、この。はい。これがね、ここにしかないんですよ、次が。あ、そういうこと。 1.5 と1メーターだったらいけるんだけど、はい、で、1.5 っていうのも1メーターっていうのもあった。あ、はい、ただ分割させちゃうとさ、また固定するのがね、はい、ここが
こう乗っけとくだけ乗っけといてさ、こういう風にこう木造だとこれで止めてたんだけど、はい、難しいですよ。ちょっとさ出番になってもさ、はい、でございますね。行くべきかなっていうのを。はい。で24センチ幅だったんで、うん、7メーター24センチ。でも途中途中隙間を空けたいなと思ってるんですよ。ちょっとここね、ここも隙間空いてんだけど、うん、この隙間だと短すぎて、うん、いい、あのもうちょっと広く3センチぐらい空けちゃっていいと思うんだよね。でも、はい。ゴミとかが落ちるように。あ、はい。であとどの道は向こうまで突き出ちゃうから、ここのあそこの手すりのとことか避けなきゃいけないもんで。あ、はい、杉さんガラケー違いますよ、これガラホでございます。何ガラホって何ガラホってあなたあなたは IT スペシャリストなのにちゃんとあれですよ、スマホもあります。26本でいける。0.259 ってなったので、うん、26本。はいですね。26本で1本3300円って書いてあったから、はい。26本で3300円でいくらなんだ。ちょっと資産が。3300円。85,800円です。OK。はい。そんなもんだね。でもね、この木もね、それぐらいかかった。しかも塗装して、あ、はい、この木もと8万いくらかかったと思った。で、塗装を自分でしたりしたもんで、もっと金かかってるから、はい、そう考えると全然。でも、うまくいけばね、はい、うまくいけば全然払えます。ただ、取り行くのが、あれなんですよ。ただ取り行くのが、はい、横浜らしいんですよ。横浜市らしくて、オークションのね、難しいから。で、3メーターだとハイエースとかにも乗らないのね。長すぎて。確かに。2トントラックの荷台がギリギリ3メートルなんですよ。で、やっぱもうここはレンタカーしようと、はい、思うので、次週か次々週。はい、レンタカーを借りて、はい、ちゃんとそのオークションの人に26本買いますって連絡をして、はい、で、あのレンタカーを予約しますので、はい、あのこのオレンジのつなぎを着て、はい、ぜひ2トントラックに乗って横浜まで一緒に取りに行ってくれるかな。いいと思う。はい、ありがとうございます。じゃあ次はそれだね、はい、こうご期待ということで、はい、まあ、今日はそんなところで、ちょっとここ本当にね、なんとかしたいんです、はい、これおかしいもんね、まあ、確かに危険な落としなんだよね、はい、ちょっとこの辺は周りを見ながらじゃないと歩けないです、ね、よし頑張ろう、はい。